今年なんかでも結構泣いてるイメージあったんだけどな、うん、お、帰ってたか6、7、8、2、3、ちょっと良さそうですね。トン4曲、親はカジタ、ドラはチュンです。おおお、ジャントがス、ちょっとジャントがスワンでできてるから、あ、スーピーマンのか、あれシートリの、あ、シートリアニャンシャンペンか。そうですね、まあ、あれだったら普通にメンツでいいけど。さあ、1回戦から大物手が炸裂してますね。ハネマン、多いですね。ハネマン2回とマンガ1回、うん、やっと一目つできましたね。はい、何もなければチュン切るんでしょうけど、チュンドラですよね。そうなんですよ。これどうしますこれですか。いや、切るのはスーワンかスーピンかチュンしかないですよね、多分。うん、僕めんどくさいからチュン切っちゃうけど。チートイツ、チートイツ、チートイツこれで見んの、わからないです。途中4つですよ、さすがになかった。統一4つでも自敗とか1球敗の統一4つだったらチート見るけど、あそこからチート見るのはちょっと病気じゃないですか。病気、病気、うん、チューンがドラだと、ああ、まあないですね。チューン切っちゃうかな、チューン切っちゃうと思います。あ、ほらチートイツになってきましたよ代表。もう一回スッピン切れば、あ、切らないとか。じゃあチート絶対やらないってことだね、あれ。うん、ああいうのってなんかチートイツちょっと残したくなっちゃいますよね、気分的に。なんかドラがチュンの、なんかドラがチュンが1枚あると違ったりとかするのかなって、うん、なんとなく聞いたくなっちゃいました、うん、まあね、カジタのどうするかちょっと見てみましょうね、これね、はい、うーん、もう最終形すごくいいのは6、7、8、3色イペーコみたいな感じですよね。うん、面白い。メンタンピン3色インペッコとかね、もうメンツのメンツっていうの花だっていうか、もう、うん、カジタ上がりました。カジタは1回上がってないです。カジタ上がってないです。はい、木原に8300振り込んだ後は積もられっぱなしですね、もう全部。焼き鳥だ。そうです。いや、まだトンパ終わってないし、まだ普通でしょ。他の方の打点がもう高すぎた。みんな親が上がってるからね。キャーは、キャラの親番は全能点の入り曲でした。あ、そうか、うん、だからその時打ったんだよね、その一個前に漫画を打ってますね、カジタがキャーに。どうすんだろう、リャンは1枚外すかウーピンか。これ意外に木原はこういうとこで打点を見る気がするんですけど、ウーピンだ。おうおう、やっぱり点数作ってますね、純ちゃんとか絡めて、うん、なんか積もってますね。佐太郎、箱だと1になった。あれはこっちの方が全然チートイツですね。そうですね、もうイシャン点ですね、チートイツ。あ、これででも木原、純ちゃん、イペーコーも3色この形のマウントで E1 引きしかないですよね。あ、E1 引きしかないってことはないけど、ヤンピン引いて、イスワの E1 上がりってのもあるか。まあでもなんかどうにかちょっと高くなりそうな感じにはなりましたね。さあ、ここから太郎はどうしていくんでしょう。難が2枚切れになってましたね。そうですね、うん、お、一番いいの引き、これ E1 は、リャンはションパイ、ションパイというか倍に出てないです、はい、そして自分からリャンは4枚見えるんですね、これ、うん、今打ったリャンワンが倍に3枚目のリャンワンですね。はい、青天杯入りましたけど、ペンチはぶつけないですよね、さすがに、はい、そうせにくっつける感じですね。さあ、このイースワンやっとチュン重なった、重なったけど、おかげで打牌難しいですよ、これ、うん、まあ、目つぶってスーピンか。イースワンまだ山に4枚いますね、うん、妹数は2枚ずつ。木原のリーチ、全然まあリーチなんですけど、はい、高め安めの差がありすぎて、あれですね、リーチするんですけど、そう、数ワンだと面品ボケしない、だって闇に E1 で羽根マンでしょ、うん、代表しそうにないな、うん、あー、なるほど。ちょっとあれリーチするのは数ワン引いた時だけだね。うん、ものすごい高低差あるから、数ワン引いたら、ま
引いたでまた別の、うん、別の短期探しに行くからやっぱり振り手リッチしないな。アワもでもピンフでテンパ入りましたよ、はい、サクッと流そうかなって感じなんですかね、うん、木原のゲーム数じゃないですけどね。いやいや、アワさん、アワ何言ってんの、あれはリャンペコ見てるよ自分の打点を作りに行ってるわけですね。あ、 そうだ、そういうことなんですね。じゃあ嘘を積もっても振り手にしてほしいな。じゃあ振り手おかげはやんないでしょえ、それぐらい男ってことじゃない、そこまで男です。ああ、男度合いが難しいですねなるほど、ちょっと男なんだ。ちょっと男だとギャンペイクを目指すんですねすごい男だと振り手に太郎はもう打たないでしょうねこれね、一歩下がったんで、うん、しかし勝ち手が早そうだったけどな。そうですね、そうか、リャンペイコー ね、 ね、なるほど。いやでも面白いですね。おやっと勝ち手がいいの引きました。どうするかな、どうする、どうする、パスその二度受けに受けるか、ローソチーソ払っちゃうか。ローソチーソ払いたいけど、もう総数1万円も切ってないですよね。あ、2個頑張っちゃう派ですか、代表、うん、これ数万だろうな。え、スワンだろうな。スワンですよね。スワンで2000点振っときます。え、あ、そうか、スワン50か。そうなんですよ、はい。でもあれだね、すごい安いやつだね。そうですね、まあ裏次第ですけど上がるかどうかも分かんない。だから木原見逃したらかっこいい。あ、男のハードルがまたこれ。あ、そ、木原は多分上がるけど、はい、はい、アガとか見逃すんだろうな、やっぱり。そうなんですね、うん、だからアガはこういうのリーチかない、そもそもリーチしないっていうことですか、うん、さあ、どうする、どうする、これ2000点か。裏乗ったら分かんないけど、スワン切りは法事になったとしてもその方がいいぞっていう。チュンもまあ、チュンってダメっすか、ドラダンでいったの、うん、まあだけど、お C1 パーいった、さあ、はい、スワンは微動だにせず、あ、すごい微動だにせず、男でしたねあれあれ、 どうしたの木原さん、はい、あ、まあ、ここでアガが追いついたりして、うん、なんか大人になったな。さあ、この見逃しがどう出るか、かっこいい、かっこいい。あ、やばい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 、これはこれは見逃したの後悔するパターン。あ、追いかけない。ダーマ、はい、だって3色ドラドラですからね。これパスを今出たばっかり、はいはい、はい、なんとこれは橋田さん、これタラはしょうがないですよね、はい、あ、親ですね、1万2000点の上がりですね、はい、いやこれいろいろ一個起こったことによってごちゃごちゃになってしまったパターンですね、これね。そうですね、でも上がんないよね、あれ。ご飯、ご飯下がるんですか、三色と純ちゃんで。そうですね、ご飯違うんで、ね、まあ、これ木原どうだかな、もしかしたら喜んでるかな。いや、どうでしょうこれ。いや、むしろ E1 が積もれないからみたいな腹立つんじゃないですか、まあ、本当に腹立ってるのは太郎ですけどね。そうですね。